乗りこなせ暴れん坊のバリ絶対引けない気がデッドコファイぶっといレッドゾーンの悲鳴に痺れたい Fucking rise and go like a new star 一瞬の輝きでも構わない恋もみたき上の風景いつか語りたいそう今は本能のまま Don't fall 痺れたい夢ならここにあるだけど昨日のバトルの感覚がまだ体の中に残ってる。勝つには勝ったけど、凌介さんが走ればもっと楽に戦えていたんじゃないのかな。それを考えたら俺なんかチームにいる意味ないんだよな。もっと上手くならなきゃ。誰か追ってくる。早い。それともペースを上げてちぎるか。譲る気分じゃないよな。昨日の今日だし、それにアギナのダウンヒルだしな。今までこのアキナで会った中でもこいつ最強かも。手を出して意地でも振り切ってやる。
レーキングで詰められない相手じゃ手も足も出ないや。親父、いないのか？ったく、どこ行っちゃったんだよ。おう、たぐみ、来たか。あれ、いつきは…ああ、会社早引きして工場へ8号取りに行ってるよ。今夜は早速、アキナで8号ターボのシェイクダウンだな。まあ、いつきにはかわいそうだが、ターボをつけたぐらいじゃまだまだ俺の敵じゃないだろうがな。それより匠、すげえじゃんか。プロのレーシングドライバーに勝ったんだろ。こりゃとんでもない快挙だぜ。はあ、俺たちも鼻が高いよな。アキナ出身の走り屋がよくぞやってくれたって感じだよ。ああ、D に入ってからの匠はすげえ速さで進歩してるよな。プロに勝ったか。そんなこと、もう遠くに霞んじゃってるな。よりによってアキナの下りでぶっちぎられた。なんだったんだ、あれ。完全に自信なくした。俺本当に D に入って進歩してんのかな。お、来た来た。じゃんじゃかじゃーん、本日の主役登場、イエーイ。もう感激しちゃった。早くなっちまったよ俺の8号。やばいぞ池谷、いい勝負なんじゃねえか。結構どこがだよ、余裕だよこっちは。おおっと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 、見たかよ匠、パワースライドしたぞ。感激だよ、すげえ。分かったからあんまり興奮すんなよ。後ろにもう一台来てる。ストレートでごぼう抜きに来た。はいえ、車種なんだ。まさか計算。S1 号シルビア。なんだ、違った。やっぱ250馬力は速えや。あんなの俺には関係ねえよっと。なんかしらけたな。亀同士の追いかけっこをウサギが追い抜いたって感じ。誰が亀だよ。いった、いった、返事。三英雄ってもともとグロスで80馬力のエンジンだから、150って言ったら確実に元の2倍の馬力出てるんですよ。上りでアクセル開けてリアが滑るなんて今までは考えられないことだったもんな。俺、嬉しくて嬉しくてたまんないよ。わかるな、その気持ち。本当に感動すんだよな、チューニングした直後って。どうだった、タクミ。助手席から見た8号ターボは。どうって、不思議な感じですよ。うちの車とはパワーの出方が違うし、150馬力にしては力強い感じがしたけど。トルクがあるからだろう。ターボの方が同じ馬力でも NA より加速にパンチがあるんだ。でもこれだけ馬力が出ると足回りがきついな。ダンパーがちゃんと動いてない気がする。はあ、速い車にするんだったらもう少ししなやかにストロークさせないと。
コーナーでアクセル開けられない感じ。限界低くてドリフトはするかもしれないけど。俺なんか変なこと言ったかな。聞きました今の。聞いたよ、ぶったまげたな。いや確かに匠の言う通りかもな。いつきの八号はパチモンのダンパーとバネ組んだだけのシャコタンだからな。メカ音痴だった匠の口から的確なコメントがスラスラ出てきたんでびっくりしたけどな。前のお前と比べたら別人じゃん。ビビったよ俺。いや環境で人は変わるもんだな。すごい成長ぶりだよ匠。そんな俺なんか D のスタッフに聞かれたら笑われちゃいます。さっきのやつだ。いやあ、さっきは悪かったね。それっぽい車見かけたらつい嬉しくなっちゃってさ。君たち地元なんでしょ？僕たち東京から来たんだ。思ったより少ないね、走り屋の車。そうそう、もっと賑やかなのかと思ってたのに。お？へえ、こりゃ珍しいや。SOHC のエンジンだよ。いわゆる8号ってやつか。しかもターボとはね。エンジンルームがこんなにスカスカなのはある意味新鮮だね。見てよこれ、インタークーラー前置きだって。やばい、ドッカンだろうな。これは乗りたくねえわ。俺怖え。ねえ君たち、サーキットを走ったことある？いや近くにないし。ふん、走り屋なら行った方がいいんじゃないの？僕は走行会よく行くし、関東にあるほとんどのサーキットは走ったことあるけどね。車のチューニングも峠と違ってシビアだし。言っちゃ悪いけど、この8号サーキットじゃ全然タイム出ないと思うよ。な、何？あのさ、俺たちがどんな車で走ろうとあんたには関係ないだろう。第一失礼だぜ。どれほど自分のテクニックに自信があるのか知らないけど、上りのストレートで馬力のない車を抜くだけなら別にテクニックなんていらないからな。何それ、どういう意味？ダウンヒルは別だって言いたいわけ？どういう意味にとってもらっても構わないけど、俺たちのことはもういいからさっさと言ってくれないかな。ああそう。なんか嫌な感じだよな。俺たちが走り始めるのを待ってるんじゃないか。見え見えの待ち伏せバトルを仕掛けてくるつもりなんだきっと。冗談じゃないぜ。そこまで舐められたらこっちだって黙ってられっかよ。そうっすよ、言いたいだけ言いやがって。下りなら負けないっすよ。そうだな、群馬エリアの実力を見せてやろうぜ。おう。俺がやるんですか？ダメっすよ、今日はそんな気分じゃないし。ま、確かにプロジェクト D のエースにこんなしょぼいバトルやらせるのはな。うん、まあな。よし、俺がやる。うわあ！池谷先輩らしくない思い切りの良さ。その代わり頼む、保険かけさせてくれ。保険？僕は絶対許さないよあいつら。せっかくフレンドリーに話しかけてあげてるのに、懲らしめてやらなきゃね。あ、走り出したよ。よし、こっちも行くぞ。
上りだろうが下りだろうがサーキットの走行会で鍛えた僕が負けるわけないじゃん。おい、やっぱり追っかけてきたぞ。しびれてきた。久しぶりのバトルだ。思ったよりはやるね、地元の走り屋も。まあね、結構いいツッコミしてるよ、この S13。 でも楽勝でついていけるからね。改めて自分のテクニックに自信持っちゃったよ。僕ってやっぱり早かったんだね。かなりかっこいいかも。踊り子一応すいませんが、聞いてもいい？別にいいけど、何？あの S1 号のデブが言ってたみたいに、この8号ターボって乗りにくい車だと思うか？どうかな。いつも乗っている車とかなり違うから、そりゃ初めは戸惑うけどさ、要は慣れなんじゃないの？車に合わせた乗り方すればいいじゃん。すげえ、俺の知っている車の動きじゃない。池谷先輩、多分逃げ切れないよ。コースに慣れてる分コーナーの突っ込みはいいんだけど、後ろから見てると相手の方が出口で安定してるし、トラクションもいいけど、走りにそれほど差があるわけじゃないの。車の差がでかいんだ。お前本当に匠か。歯切れ良すぎるよ、いつもの匠じゃない。絶対やばい、池谷先輩抜かれるぞ。え、マジ？あのコーナーの先の直線で。クソ、ダメか。バカ、ざっとこんなもんさ。ついてこれるかよ、サーキット仕込みのフルブレーキング。どんな問題、目いっぱいスピードが乗ったところからのフルブレーキングの突っ込み、絶対についてこれるわけ。すぐ後ろにいるよ。生意気な S13 のくせに、僕についてこられると思ったら大間違いだぞ。ついてけねえ。嘘だろ、8号だぜ。こんな近くに。サーキットで鍛えた僕のブレーキングが峠だけの走り屋に負けてる。そんなバカな、ありえない、そんなことあるわけない。あのさ、よく見たら後ろの車 S13 じゃない。悪いけど、しばらく僕に話しかけないでくれる？集中できないから。やる気だね、あれを。やるさ。100% 集中するぞ。まだだ、まだまだ、我慢。今だ、行くぞ、必殺の超絶ウルトラスーパーレイトブレーキング。
ぶつかるな。昨日はいい気味だったよな。保険かけといてよかったよ。ほんとっすよね。それにしても匠は D に入ってからますます進化してるよな。ありゃ何なんですかね。ポイントポイントで車が考えられない動きするんですよ。それも匠のやつ顔色一つ変えずに、めちゃめちゃクールにステアリング握ってますからね。全てをコントロールできるって自信からなんだろうな。あんなの見ちゃうと、アキナのダウンヒルで匠が負けるのを見ることなんてないだろうなって思っちゃいますよね。まったくだ。まさしか、あれに決める、気に入った。まあ初めはそんなことも言ったけど、乗ってみてびっくりってやつだ。めちゃくちゃ壺に来ちまったわ。種類揃えて後で持ってくから。じゃあな。それでね、毎晩3時間も話してるから電話代が大変なのよ。ラブラブよ。もうちょっと聞いてるの京子。聞いてるわよ。もうまた車のこと考えてたんでしょ。そんなことじゃあんた彼氏できないよ。私本当に好きな人ができるまで彼氏なんていなくていいよ。その辺にいる男と付き合うより車走らせてる方がずっと楽しいしさ。じゃあどんな人ならいいのよ。理想は私と同じロータリー乗ってる人で、しかも私より絶対速くなきゃダメなの。でもって大好きな FD に負けないぐらいかっこいい人じゃないとね。何よそれ、車が基準なの？いつかは絶対出会えると信じてるもん、私のダーリン。悪いな、ケスケ。本来ならコースの下見はケンタの仕事なんだけどな。いいさ、どうせ暇だし。何か探してるみたいだぞ。さっきのあれじゃないのか？ああ。あのさ、あ、ひょっとして君携帯を探してるんじゃないのか？シルバーの。あ、はい、そうです。それならさっき駐車場の隅っこで拾って、そこの店に預かってもらってるぜ。あの私そそっかしくてよくやるんです。車のドアポケットに入れといてドア開けた時落っことすの。昨日の夜も走りに来て、早いとこ取りに行った方がいいぜ。あ、はい。なんなのこの感じ、ビビーって稲妻に打たれたみたいな気分。出会っちゃったの私の。